温泉マーク、または温泉記号とは地図において温泉、高泉の位置を示す地図記号である。また、それが拡張されて公衆浴場施設を示す記号にも用いられる。25000分1地形図図式における投資番号は125。ユニコード2668、GISX02131 から6から76。地形図の地図記号として、 最初に現れるのは、1884年の、北西2万分一地形図図式においてである。この図式は、1884年から1890年にかけて、陸軍参謀本部陸地測量部が測量した、大阪地方の純正式地形図に用いられたものである、裁判所、立像などが挙げられる。また、建設省地に調査所の高木菊三郎の、 研究によれば、最古の地図記号としての温泉マークは、1884年に内務省地理局測量課で制定された点図が、ことの始まりとされる。これ以降、地形図の記号として一貫して使用されている。ただし、その名称は、明治17年、明治28年式においては、温泉。明治33年式から昭和17年式においては高専、高泉。 昭和30年式から昭和35年式においては、温泉、昭和40年式以降は、温泉、高泉となっている。温泉マークは、明治時代から公衆浴場や風呂付けの旅館の施設を示す記号として使用されていたが、1950年頃から男女同伴の客を当て込んだ旅館、いわゆる、連れ込み旅館が強楽の場のイメージアップを狙い、 積極的に宣伝に利用し、温泉マークは性的な意味を帯びるようになった。クラゲを上下逆にしたような形状であることから、因語として逆さクラゲとも呼ばれ、連れ込み旅館そのものを意味する。やがて、温泉旅館組合の間で、イメージの悪くなった温泉マークを広告から外す動きが出てきた。 1955年には、連れ込み旅館による温泉マークの使用が禁止された。1970年代になると、カップル専用ホテルの主流は、連れ込み旅館から洋風の外観のラブホテルに移り、逆さクラゲは死後となった。性的な意味を失った温泉マークは浴場を示す、マークとして定着した。台湾や朝鮮半島でも日本統治時代以来、 旅館などで使用され続け、韓国では現在でも、温泉マークが旅館を表す記号として使用されている。2万5五千0分1地形図における、温泉記号は、温泉法に基づく温泉及び、光線のうち主要なものに表示される。記号は、主要な泉源の位置に表示される。ただし、泉源と浴場が離れている場合には、浴場の位置にも表示されることがある。 温泉記号の寸法は縦1 5ト、mm、ル、横1 5ト、mm、ル、線幅0 1ト、mm、ル、色は黒である。記号のマイチは記号下辺の中央である。地図記号は湯壺を表す部分と湯気を表す三本線の部分とに分割できる。湯壺の形状は1884年以来ほとんど変わっていないが、湯気の形状は時期により変化しており。 そのうち1895年以降は大きく3期に分けられる。第1期は1895年の明治28年式、地形図,図式から1917年までで、湯気の形状は曲線である。第2期は1917年の大正を6年制定地形図,図式から2002年までで、湯気の形状が直線になっている。 第3期は2002年の平成14年式2万5000分一地形図図式以降で湯気の形状が再び曲線に戻った。曲線に戻された理由は温泉の記号としては湯気が曲線の方が実体と合っているためスクライブ法による記号の刻印では難しかった。曲線の表現が2002年にはデジタル方式による地形図作図に全面的に変更となり容易になったためである。 湯気の形状を曲線に変更する、過渡期にはその向きに混乱が生じた。すなわち、2002年の地形図図式規定では逆、S 字状の波線と規定されていたが、翌年の2003年に以下の事情により現在の正 S 字状に変更された。温泉マークの起源には2つの説がある。日本最古の温泉記号の石踏み一説で、群馬県安中市にある、 磯辺温泉が温泉マーク発祥の地であるとされている。1661年3月25日、農民の土地争いに決着をつけるため、氷結文、上野国雨水郡上磯群村と中野谷村治や、論祭壇の里氏が江戸幕府から出され、天譜図の磯辺温泉と記した記号が2つ存在した。これら記号が日本最古の温泉記号とされており、 温泉から水蒸気が上がる様相を表す記号として具象化されている。また、前述の温泉近くの赤木神社に最古の温泉記号が書かれた関連都市記念碑が建てられている。19世紀のドイツの地図に描かれていたらしいが起源がどうかは定かではない。日本では陸軍参謀本部陸地測量部が1884年に地形図記号に採用した。 なお、明治末期に油屋熊八が人の手形からこの形を思いついたとの説があるが、油屋が別府に定住したのは1911年であり、地形図に温泉マークが採用されたのは1884年であることから、この説は成り立たない。油屋は別府温泉の宣伝に温泉マークを多用したに過ぎない。別府温泉が有名になるとともに、 温泉マークイコール浴場というイメージが一般化したと言われている。静岡県熱海市の市相高温注意マーク。ありがとうございます。